2021年の10月19日です。今日の台湾本土の感染者は1名で、入国で発覚した感染者は5名です。2021年5月から輸入症例から感染が拡大した台湾ですが、果たして現在の台湾の状況はいかなるものでしょうか。今日は仕事の都合で私たちは今台北の新義区にいます。ここは台北の重要な金融地区なんですが、人口移動が激しく、商店やオフィスの密度もとても高い場所です。ではここのお店や人々のコロナ対策の現状はどんな感じでしょうか。まず仕事の会議の前にここのお店でまずご飯を済ませたいと思います。さっきの入店からまず最初に感染防止対策の QR コードを読んで、次に体温を測って、それからアルコールで消毒をします。この3つのステップは全ての公共の場で行わなければなりません。店内飲食もついここ最近解禁したばかりで、5月感染が拡大して以降しばらく店内飲食が禁止されていました。この一連の飲食店への影響、他の産業への衝撃はとてつもないものでした。警戒レベルを引き下げた8月からやっと店内飲食が解禁された感じですね。当時は間隔を空けて座ったり、アクリルパネルだったり、室内人数制限がありましたが、警戒レベルが2になった今ではアクリルパネルが任意になったり、 1.5 メートルのソーシャルディスタンスを保たなくてもいいところもあったりと、徐々に解禁されてきています。今私たちがいるこのお店でもアクリルパネルがもうなく、ちょっと前までは映画の中のシチュエーションでよく見る刑務所の面会みたいな感じだったんですけど、声もすごい大きな声で話さないと全然聞こえないですし、今は間隔を空けて座らなくても良くなったみたいで、後でまた台北の中の街中を見てみてみましょう。コロナ対策は今どんな感じなのか。結構細かいというか、名前を記入だったりとか電話番号だったりとか、なんか再確認が必要みたいですね。台湾の感染者は減少傾向にありつつも、家から表に出る際はなお必ずマスクを着用してから出かけます。また入店の際の3ステップも、今の台湾は本当にだいぶ落ち着いてきてて、若干みんなの気が緩んできているというか、チェックが甘くなっている感じはしますね。前まではこの3ステップをちゃんと行っているかどうか見張り専門の人がいたりしてたんですけど、今だとコンビニとか、お店もそうなんですけど、もしちゃんとステップに従っていなくても気づかないんじゃないかっていう感じのところが増えてきているとは思います。それだけ台湾のコロナが収まってきているということなんですけど、やっぱり台湾でも日本でもこれまでの習慣、衛生面は変わらずきちんとしましょう。マスク、手洗い、消毒、皆さんもお忘れなく。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。